写真を紹介、見つけたグラム。今日はこちらです。空を赤く染める夕日が沈み、夜が始まろうとしている街並み。その様子をカーブミラーに閉じ込めたアートな一枚です。今治市のりゅうちゃんさんは大三島でこの景色と出会ったそう。同じ日に撮影したというこちらの写真は、まるで空に魔法をかけたような見事なグラデーションが広がっています。夜の始まりを告げる日没が生み出した色合いの変化は1秒たりとも見逃せませんね。なんか愛媛ってマジックアワーの宝庫だなと思いましたね。確かにそうですね、うん、この色大好きです、うん、はい、思わず足を止めてしまう眺めですよね。投稿ありがとうございました。皆さんもうっとりする景色などお寄せください。